本日の晩食、こちらがカレーのココイチさんの10辛のカレーうどん。めちゃくちゃ美味しそうでございますね。久しぶりでございます。いうことはこちらが、うちココセットということでね、いろんな具材が乗っとります。いうことは本日、こんな感じで一人晩食やっていきましょう。はい、参りでございます。いうことは本日、久しぶり、ココイチさんの10辛。食べたかったんだわーいうことでね、今日はココイチで行くよーいうことでね、ちょっとビール入れてね、あんまりね、10からにこのビールはあんまり向いてないかもわからへんねんけど、それでもビール飲みますということでね、いただきます。うん、うまい。今日はちょっと冷凍庫に入れてなかったから、ちょっと泡が多めやねいうことでね、今日何やねんたらね、ココイチさんでもカレーうどん見てー、どうですか、ココイチさんのカレーうどん。辛さはね、お好きに選びまして、これが10辛でございます。私大好きな10辛のカレーうどんです。なかなか美味しそうでしょ。いうことでね、早速このカレーうどん、これね、前だいぶ前に一回食べたような気もするんやけれども、あ、食べてないか。あれはあれやわ、自分でカレーうどん作ったんや。いうことで、こんな見て、ほらほれほれほれ、ドロドロのこの10辛のカレーうどん、これどうです、いっときましょう。まず10辛いただきます。久しぶりやわ、10辛いただきます。おお、久しぶりの10辛。うん、この麺もええ感じのコシが効いとって、で、あ、この10辛どこで、このドロッとしたこのルー、うまいな見る。うん、で、こちらがおかず、あのうちココセットなんでね、あって、こんな格好でございます。うちココセットということでね、いろんなトッピングのフライ、これがセットになっておりますということでね、お得かなと思って買いました。こんな格好で、これがうちココセットでございます。いい感じでございましょう。ということでね、早速みんなのこのウインナー、こういう、まずウインナーからいただきましょうか。ウインナーからね、いただきます。で、つけてもルーをつけてもいいね。うん、うまい。あ、もう早速汗出てきた。さすがにな、10辛ええー、感じやわ。で、ちょっと次、これタルタルかな、タルタルかこれ、ちょっとつけてみた。うん、うまいな。普通のね、カレーにしようかなみたいなね。カレーライスは、まあカレーライスも久しく食べてないで。でも、そうだったらうどんなと思って、前はココイチさんのカレーを頼んで、家にあったうどんとなんか混ぜて自己流で確かうどん作ったはずで、で、今日はそうじゃなしに、もう完全にココイチさんのカレーうどん、これ、宅配で買えますんで、あの宅配の地域じゃないところはゴミやで、分からへんけど、うん、見る。うん、うまいな、やっぱりココイチ最高久しぶりにな、このココイチさんな、10辛食べたくなんねん。うん、ええー、感じで汗出てきたわ。うん、このドロドロ加減がたまらんでしょ、これ。これほんまトロトロ加減たまらんわ。ああ、この感じの本格的なうどん屋にも勝るとも劣れへん、このドロドロ加減たまらんな、ほんま。ということで、カツカツカツ、やっぱりね、カレーってカツやんか。カレー、カレーをつけて、うん、うまい。やばい、こういうトッピングは分けて、あの買う方がいいね。これね、うちココセットでね、確か ABC かなんかあるのかな。なぜ3種類か4種類ぐらいあったはずやねん。で、それがセットになってるんですよ。で、これがどっちかというと上か、2番目かな ?3 番目かなのなんかセットになってるやつ。これがフィッシュやと思う。お魚さん。いただきます。うん、魚。白身だからうまいな。うん、で、見る。うん、うん、今日はほんま、お気軽晩食というよりも、完全な晩飯に、アンドビールいうような感じだな。まあまあ、短い時間ですけれども、お付き合いくださいませ。いうふうにね。うん、うまい。
で、このタルタルつけたら、タルタル、あ、タルタル、タルタルのね、こういうソースこれついてくるんですよ。うん、だからこれも一緒に入れて、カレーとどっちがいいかな。うん、で、次カレーいこう。やっぱりカレーつけた方がうまいな。うん、うまい。で、福神漬けあるからね。カレーには福神漬けでしょ。でも福神漬け選べるようになっとったけど、いらんっていう人もやっぱおんのかな。おるんやろな、やっぱり。僕らっきょうとか福神漬けあったら食べてまおうえ。うん、うまい。あれはいいよ。絶好調ということで、じゃんじゃん入れようか。じゃんじゃん入れようかよ。まあまあ晩酌用ホールでないけどな、完全な晩飯やな。このほんま今日は口の中がココイチさんの10辛の辛さに なっとって、おお久しぶりの10辛やーもだよね。このうどんちょっとわかる、なんかこのトロトロ加減、これほらこのね、色の濃さがなんとも言えんねん。これな、10辛やからこうなるんかな。そんなことないけどね、このトロトロ加減がたまらんねん。でもカレーライスよりはあの食べやすいような気するな。あの10辛がなんかチュルチュルって口の中入ってくるの、あの何でしょう、数辛かも分からへんけども、うん、ここであのウインナー10辛につけて、うん、久しぶりの10辛うまいな、やっぱり。やっぱり家では作られへんうまさやわ。うん、いい感じで、カツもちょっと2ついってもらうか。カツいうことはやっぱりな、カレーやんか。カレーにな、カツをこう入れてね。これこれカツ、カツでございます。落ちたい。うん、ほんまええ感じで汗出てくるわ。一応僕も10辛は食べれるんですよ。でもあの全然辛くないことはないね。辛いね、辛いんやけど、そのぐわー言うほどの辛さじゃないから、あのじわーっとこの辛さが出てくる辛さやからね。だからあの僕にしてみたらうまいよ、うまみになってるんで、出る。たまらんな、うん、うどんな、うまい。あ、この残ったところにご飯入れてもええわな、うん、まあこんなんはな、まあ家でやったらええんやけどな。このルーがやっぱりうまいわ。皆さん、カレー食べるときはあの飛ばさんようにね、気をつけてね。家やったらええけど、あれどこやったかな、どっかにあの昼飯か何か食いに行った時に、スーツかなんか着てる時にな、こう吸うとったら、これカレーいっぱい飛んだ経験あるの昔。うわー俺アホやわーとか思ってやった経験ございますね。そういう経験みんなございますということでね、次はタルタルソースでいくか。このタルタルもうまいな。タルタルも結構山盛り入ってるからね、うまいっす。うん、このタルタルも自家製なんやろな。うん、うまい。で、最後はやばいな、カレーにつけな。カツはカレーにつける。うん、で、福神漬け。あ、宅配ですよ今日ね。さっき持ってきてくれたとこ、熱々、だんだん汗出てきた。うまっ。
ということで、もうなんやかんやで、うどんはあるけどカツがな、もうないな。カツ、カツを食べてカツ、なんのこっちゃ。うまっ。適度なええコシやわ。うん、僕はね、柔らかいうどんってあんまり好きじゃないですよ。関西の人って柔らかいうどん好きな人もおるんやけどね。な、柔らかいのもあれば、柔らかいってあのあれさ、スーパーで売ってるやつ、38円とか28円で売ってるやつ、あれ、あれはあれでな、またな、あの家のうどんとかそばいう感じじゃないけど、僕コシがあるの好きやね。うん、あの四国うどんとかあるやんか、あの、うん、これちょっと待って、1個持ったんやから、タルタルソースつけよう。1個タルタルいっぱいつけていただく。うん、タルタル余った。うん、熱っ、お前汗出てくる。さすがにやっぱりね、10から食べれるけど、何だろう、汗全く出えへんわけないわ。うん、ね、カレーこっちに入れる。ね、うどんと一緒にいただくか。うん、汗出てくるよ。ね、ほんでビール。ああ、でもこれうまいな。これほんま食べ終わった後さ、何、あのご飯なかったら、あの砂糖のご飯とかあるやん、あのチンやったらいけるやつ、あれ入れたらうまいな絶対。カレーそのままいけるから。まあ逆に、え、カレーライス頼んだらあんまりルーって余れへんもんね。だからそう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 、うどん頼んで後でご飯入れる方がええかもあるな。あー、この濃厚なルー、めちゃくちゃうまいな、これほんま。ココイチさん、うん、久しくココイチさん食べてなかったけどね、やっぱりうまいわ。うん、うまいな。僕カレーうどんとかってもうドロドロ、こうやってね、ドロドロしてるのが好きなんですよ。ラーメンとかでも、僕そこまでラーメンとかハマってないけどね、どっちかで、あの天一さんとかあるやんか、こってり系とか、あれね、ドロッとしたラーメンな、結構好きやね、うん、こういうカレーうどんもそうやねんけどな、うまいねんな。あ、汗出てくるわ。ちょっと汗まみれ、うん、なあ、でもあれでしょ、10辛いとほんま食べられへん人、ほんま食べられへんだろ。全然いけんねんな、うん、不思議やねんな。うん、うまっ。あー、うまい、うまいけど汗がいっぱい出てくる。うん、汗いっぱい出るじゃん。やっぱり辛いな、これ。20辛とかもしやってくれるんやったら、20辛はさすがに無理かもわからんな。うん、うまっ。このルーやっぱうまいな。うん、あー、大変、うまっ、うまって、汗も出てくるて。あげる、あー、まかった。今日はビール1本しか飲めなかったけど、久しぶりに10辛、このほんま辛さ、なんていうかな、この病みつきになる辛さ、また皆さんもよかったら久しぶりにココイチさん注文してみてはいかがでしょうか。ということでね、今日はココイチさんで、あの、まあ最近じゃないやけども、できたカレーうどんね、カレーうどんに、あのおかずで晩酌していました。本日も短い晩酌動画お付き合いいただいてありがとうございました。ということで、ごちそうさまでした。